いきなり被弾してますが、中ボスで回復できるので大丈夫です。第1波は固定弾幕なので慣れます。ある程度避けたらハイパー、第2波の時期狙いが来るまでその場を動かないこと。その後はチョン避け。第3波は中ボスの左端付近で避けていれば簡単です。10ハイパーの暴力で撃破。